選手の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回は2024シーズンのいわき FC ファンクラブラブいわきの入会特典を選手の皆さんにも見ていただき、ファンサポーターの皆さんに紹介していただきたいと思います。ちなみにラブいわきって知ってますか？知らないです。初めて聞いた。初めて聞いた。ラブいわきにどんなコースがあるとかも知らないです。初見ですね。初見ですか、はい。じゃあそんな皆さんにもぜひ知っていただきたいので、これから紹介していきたいと思います。まずファンクラブのコースは昨年同様にレギュラー、プレミアム、シーズンチケットの3つのコースがありまして、各コースに応じた入会特典があります。はじめにレギュラーコースについてご紹介します。皆さんの目の前に置いてあるものが入会特典です。会員証、グッズ、ホームゲーム観戦チケット1試合分、チケットとグッズの割引購入、会員限定イベントの参加券、メールマガジンの配信、そして今年から新たに追加されたチケット先行販売、以上がレギュラーコースの入会特典です。こちらのコースには年会費3500円で入会できます。では有馬選手、目の前にある箱を開けて見てみてください。はい。これが、それがカードです。カード、会員証、カードと、これはキーホルダー。これなんですか？キーホルダー。キーホルダーです。とバッジです。かっこいいね、色が。これをつけてんのがその証ってことですか？そうです。渋いね。渋いっすね、うん、メタリックな感じで。レギュラーコースで、そしてレギュラーコースでゲットできます。全部。はい。これは会員限定イベント、例えばファン感謝祭とか、あ、そういったイベントだったり、あとは試合会場での、ハイタッチとか、そういったファンクラブ、有馬選手と。あれ、ハイタッチってファンクラブ限定なんですか？あれどうなんですか？あ、そうなんですね。あのアップ前の。そうなんだ。あれを抽選で山口選手と、そう、有馬選手と。そうです。夢の、夢のハイタッチが。へえ、田中選手もできる。3500円で、3500円で、そういったイベントにも申し込みができると。お得だ。それはお得ですね、うん。じゃあ次にですね、シーズンチケットコースについてご紹介します。今紹介したレギュラーコースの特典とカードホルダーが年間を通して試合を観戦できるシーズンチケットコースの入会特典になっております。じゃあここでカードホルダーを皆さんにも見ていただきたいと思います。おーす。これを入れるってことですか？そうです。その会員証を入れることができます。首からぶら下げると。そうです。こう入れて、あ、いいっすね、かっこよくて赤で。シーズンのチケットが全部手に入るやつ、一回一回買うよりお得なんですよね。もちろんです。ですよね。毎回試合に行くけどチケットを買わなくて済むというか。あー、はい、それいいね。このコースもかなりお得です。じゃあ最後にプレミアムコースについて。もう名前からしてね、すごいんだろうね、プレミアムなんて。先ほど紹介したそちらの特典に加えて、レプリカユニフォーム、プレミアム会員限定グッズ、メイン S 指定席シーズンチケット1名様分、ホームゲーム年間駐車場1台分、こちらがプレミアムコースの入会特典です。こちらのコースには年会費10万円で入会できます。では選手の皆さんにもプレミアムコースの特典を見ていただきたいと思います。一回10万円分ちゃんと価値があるのかね、しっかり僕たちが。そうね。箱でもまずすごい。箱がね、うん、箱がもうまずプレミア感で、ね、郵送されてくるってこと。かっこいいですね、箱、うん、まずテンション上がる。おお、まずここ開けたらオークトゥーザドリーム。そこね。からの入っているやつが駐車場の。駐車場のやつね。駐車場でかいよ。これはでかいっす。間違いない。混むしね。駐車場、ね。そちらが会員限定のグッズでナンバー入りの。誇れるなこれ。あと。いや、それユニフォームついてるの。レプリカユニ。なるほど。ユニフォームもついてるの。そしてあとこのそちらも今までのやつか、はい、シーズンチケットとか、
いや、かなりいいんじゃないですかね、うん、だって S 席っすよね。そうです、S 席っす。プレミアム会員は100個限定なんですよ。え、うわ、なるほど。なので、だから、ね、先着だ。だから100なんだ。でしょ。なので、そのシリアルナンバー入りのものを身につけてる方を見つけるのは本当レアです。確かに100人選ばれし者と。100分の何番さんだ100分の何番さんだ。100分の何番さん。まあでも確かにそれ見つけたらぜひ声をかけてあげてほしい。確かに、一目さんにかけますよ声、うん、お願いします。なのでみんなちょっとアピールしてくれたら嬉しいです、このプレミアムメンバーの方は、うんうん、え、これ去年も全部、去年のあれはパッケージというか グッズがちょっと変わった。うん、そうです、ね、なるほど。あと先行販売がなかった。あ、そう、先行販売、あ、先行販売なかったんです、はい、じゃあまだ継続してない方は絶対継続した方がいいっすね、これ先行販売とかあるんで、うん、確かに同じだと思わないでほしいっすね、去年と。そうっすね、内容が、うん、2024年シーズンのいわき FC ファンクラブラブいわきの3つのコースが出揃いました。詳細やご入会はいわき FC のホームページ、またはこの動画の概要欄のリンクからご確認できますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後に選手の皆さんからファン・サポーターの皆さんへメッセージをお願いします。ぜひこのファンクラブに入会してもらって僕たちと共に戦ってください。よろしくお願いします。ファンクラブいいこといっぱいたくさんあると思うので、ぜひ入っていただいて、僕たちも試合頑張るのでぜひ応援よろしくお願いします。ラブユキ、ぜひ入会お待ちします。共に戦ってください。よろしくお願いします。それでは皆さん、2024シーズンもいわき FC への熱い応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。